じゃあ自己紹介お願いします。はい、クラスメソッドの AWS 事業本部コンサルティング部の小野山翔大と言います。はい、小野山くんは新卒で入社されたかと思うんですけど、はい、そうですね、新卒で唯一新卒での参加ですかね。そうですね、あの今回のリインベントは僕が唯一新卒です。お、期待の新人というわけでワクワクかなと思うんですけどなんか楽しみにしてるセッションとかってありますか？はい、僕は今回すごい生成 AI とか、まあ、ベッドロックとか結構興味があるので、まあ、そこら辺のセッションを中心に、はい、見ていければなと思います。すごい楽しみにしてます。お、いいですね、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。8時間のフライト、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れましたか？疲れました。寝れましたか？寝れなかったですぐったりしてます。そうですね、はい、ちょっと目がいつもよりバキバキですね。あ、本当ですか？いつもより開いてます。いつもより開いてますね、はい、ありがとうございます。ちなみに言うと、実は有福さんも映っているっていう衝撃の映像があるんですけど、ちょっとずつ、ちょっとずつ、はい、有福さんもどうでしたか？飛行機ですか？飛行機、そうですね、あの、そうですね、あんまり見えてないですちょっとテンション低めなお二人ですけど、はい、すみません、完全に、あ、すごい元気が出てきたところで自己紹介からお願いしてもいいですか？クラスメソッドの AWS 事業本部コンサルティング部の千葉です。はい、そして、はい、同じく AWS 事業本部コンサルティング部の有福です。はい、すごい警報が鳴り響いておりますが、す、ね、はい、お二人ともリーメット初参加でよろしいですか？そうですね、初参加です、はい、あ、楽しみにしていることはありますか？そうですね、やっぱりまずはキーノート、ワーグナーさんのキーノート、はいはいはい、まあ、あのオンラインで見るのとかもすごく好きだったんで、まあ、それを現地でなんかこう熱気に包まれながら聞いてみるっていうのを、うんうんうん、まずは一番楽しみにしています。あ、いいですね。有福さんどうですか？そうですね、まあ、キーノートも楽しみですし、そうですね、あのワークショップなんかから、うんうんうん、あの登録しているので、はい、そちらも楽しみです。最後に二人意気込みをお願いします。意気込み、はい。まあ、一番なんかこう同じことになっちゃいますが、熱気を感じる。今のうちに考えとかないと。意気込み、はい、そうですね、あの先ほどとちょっとかぶっちゃうんですけど、まあ、やっぱり現地の熱気を感じて、なんかこう自分自身すごくこうそれで突き動かされるものを感じてみたいっていうのがすごく一番にあるので、熱気を感じてちょっと感じていくっていうところで、そうですね、感じていくっていうところを、はい、やっていきたいと思います。はい、それを伝えるアウトプットするっていうところをやっていきたいと思います。はい、そうですね、私も本当今回、はい、インベント参加させてもらえるってことで非常に貴重な機会なんでですね、しっかり、そうですね、まあ、あの千葉由紀さんの言葉にもあったように現場のというか会場の熱気というかしっかり感じて楽しんで、そうですね、しっかりアウトプットもその分していけたらいいなと思って意気込んでます。はい、はい、というわけでお二人ありがとうございました。じゃあ1週間頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。来た、おはようございます。おはようございます。サイさん、自己紹介お願いしていいですか？ AWS 事業本部コンサルティング部のサイです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今回サイさん、リーンベント何回目ですか？リーンベントは4回目ですね。お、じゃあ結構ベテラン枠なんじゃないですか、はい、今回の中で。まあ去年行ってないんで、まあ久しぶりに、なんかキーノートの会場が去年から確か変わってるみたいなんで。あ、そうなんですね。19、18、16ぐらいとは、はい、この辺とかも様子伺いつくって感じ。そうっすね、まあでも、まあ、4回目、まああのしんどいところを知ってるんでそれを避けて効率よく回れるように。何ですか、そのしんどいところは、はい、
周りがね、だいぶ多々入れながらだいぶ眠そうにしてるのがすごい印象的なんですけども、どの辺がしんどかったんですか？まあでも会場がだいぶ分散してたりするんで、あー確かに確かに、まあ、うまくその日一日を効率よく回れるように同じ会場でセッションを連続して撮るとか、うん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 、そういったところはあの考えて撮りました。周りがなるほどねって感じでうなずきながら聞いておりますが、大さん今年じゃあ楽しみにしてるセッションとかアクティビティとかってあったりします？ですね、もう今ニューローンチのワークショップとかが、はいはい、あの AIM っていう ID で出てるのがあって、はいはいはい、はい、なんか新しい AI 系のサービスがまた出るんじゃないかなと思って、まあ、そのワークショップは2つ3つもう、はい、予約しました。事前にカミングスーンで名前も全く出てないやつですね。まあ、何が出るか全く分かんないけど、とりあえず撮った。あー、いいっすね、はい、じゃあ今回に4回目というかで意気込みだけお聞かせいただけますか？意気込み、意気込みを。そうですね、ちょっと若い人に負けないように頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ1週間よろしくお願いします。お願いします。8時間フライトお疲れ様でした。ダメですね、眠くなってきちゃった。今寝ると本当にそうですね、ダメなやつですね。ダメです。いやダメ、寝ちゃいますね、次の飛行機多分。あー、せっかく時間を戻したのに見えがなくなった。まあ、岩佐さんです、おはようございます。おはようございます。飛行機寝れましたか？いやなんか寝たり寝なかったり、あ、計画通りは寝れなかったです。これ楽しみにしてるセッションとかアクティビティありますか？今回は全部ワークショップにしたんで。お、去年は全部セッションだったんですけど、はい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 、去年と多分全然違う感じになるんで、どうなるのかなみたいな。またその違いも楽しみつつって感じですね、はい、最後に意気込みだけ聞かせていただいてもいいですか？意気込みですか？来年も行きたいですね。もう、はい、今年から来年のことを考えつつ頑張っていければと思います、はい、じゃあ頑張っていきましょう。ありがとうございました、はい。